台風9号は東シナ海を北東に進んでいます。台風の北上に伴い、西日本には南から暖かく湿った空気が流れ込み、すでに激しい雨になっているところがあります。台風9号、ルピートは、8日、日曜日、15時現在、鹿児島県薩摩川内市の南西の海上を北東に進んでいます。台風の中心はまだ離れているものの、暖かく湿った空気が流れ込むことで雨雲が発達し、16時までの1時間には福岡県北九州市、八幡で 53.0mm の非常に激しい雨、鹿児島県薩摩川内市、中古式では 40.0mm の激しい雨が降りました。台風の北側から東側に活発な雨雲を伴っているため、中心から遠いところでも雨が強まります。台風はこの後も北上を続けて九州に接近し、今夜には上陸する予想です。明日9日、月曜日には日本海に抜けて、次第に温帯低気圧へと性質を変える見込みです。下向き黒三角台風9号8月8日日曜日15時存在薩摩川内市の南西約 310km 大きさ階級強さ階級移動北東 30km 毎時中心気圧 990hPa 最大風速 0m/秒 中心付近最大瞬間風速 30m/秒 中心から離れたところでも激しい雨の恐れ九州や中国地方などは台風が接近通過する今夜から明日9日、月曜日の朝が雨のピークで、局地的には1時間に 50mm を超えるような非常に激しい雨の降る恐れがあります。また、台風の進路から離れている近畿から東海にかけても、アウターバンドと呼ばれる活発な雨雲の帯が通過する明日朝を中心に激しい雨が降る見込みです。道路冠水や中小河川の急な増水、土砂災害などに警戒が必要です。台風に向かって吹き込む風が強いため、沿岸部を中心に横殴りの雨になりますので、無理な外出は避けるようにしてください。日本海のは非常に高い台風9号は明日9日、月曜日には日本海に抜けて次第に温帯低気圧に変わる見込みです。7月後半から高気圧が張り出したことで、日本海のは平年より3から5度も高く、山陰沖や北陸沖などに9度以上のエリアが分布しています。が高いほど水蒸気の供給は多くなり、台風の勢力の維持に寄与します。さらに大陸から流れ込む寒気の影響で温度差が大きくなり、温帯低気圧に変わった後も発達を続ける見込みです。